9回にお越しくださりありがとうございます。But I mean, both of these guys also play Joker, so. Oh, okay, it's Pit, it's Pit, okay. Alright, we got our other commentator that plays Pit popping off in the back. Yeah. Oh, nice! Good stuff. It's a strong attack from Arsene. Yeah, definitely. It's one of his famous moves. Oh, okay, he's 360 right now. Yeah, 360 Nesco. Mom, are you recording? Are you recording? Yeah, oh, he gets the down throw. Ah, wow, I'm surprised that didn't hit, but. Very unfortunate. Ooh, but Zachary's at center stage here. Gorica's trying to get back. Oh, no. Nice tech. Gorica's got our set now. Nice spot dodge. Down throw. Ooh, expects that, but unfortunately misses the dash timing there. Oh, wow. Man, our set up tilt's got so much priority. The Arsene gun is really throwing him up too. It does just enough to throw him back. Yeah, the little chip damage on it. It's basically like the Falco laser from Melee, but it just brought into this game. Yeah. Oh! It's a back hit of down smash. There's not enough to do it, but oh, catch it, the jump. Wait, this could be X Elite Sniper? Oh my god. Ripping apart the Arsene. Oh my god. Okay. Okay. The rising back air. I mean, the rising forward air there. Close it out. Oh! Oh! Bad for him. Both of them are just one hit away from certain death. Yeah, I mean, he could still definitely make his back. Nice, catches the landing with the grab there. But, oh, wait. Oh. Okay. I mean, he's about to. Alright. Alright, well. Let's then, Oh, Zach picked him up. Hi, I'm going to go to the detonation. Focus on Zach, the title of Kamisuke Yusha. 結構ピットで属性攻撃のオンパレードさすがの天使もタジタジですかラスボス級の属性攻撃でしたね今の大量にありましたすべての呪文を駆使して撃墜を取っていきましたここは上強から空上難しい、難しいジャンプ取ってうお空中下り空中後ろから回避を様子見の両体をちょっと距離が遠い前ヘッド切りライデンイン距離を取れよというところですが空下上に浮かせてさらにフォローアップ弓矢まで飛んできて空中前へピオリム状態でルーラ速読なんとか戻ってくるパーセントには大きな差が開いた下強から着手狩り展開移動回避で着手を通すが下スマッシュ展開継続お手の物駆け上がりジャンプ通った移動回避なんとかすべての着手狩りタグをかいくぐって弱で揺さぶりをかけるが動かないぞシールドが硬すぎる硬いこの天使何者だ硬いんだ最後はその魔界火を合わせるんだね捕まえた後の計測が強いですね、うん、着地狩り DA 深めに来たぞなんとか魔法カンタ展開だったがうわーこれはうまいうますぎる吹き飛し空中下から空中後ろはギリギリ当たらずなんとか返してくれましたね大との関係が絶妙だったぞダッシュ攻撃反転も挟んでなのであれを警戒するのは困難でしょう下強から中ピオリムが来たんで、うん、なんとかここで勝負ですねああうまい掛け放しジャンプ許さずいい位置で置いてくれなホラーといえば弱点がなくなってきてるどんどんあスパチャありがとうございますはい戻ってくる2個目の手榴弾を使って空中下切り崩してうまいぞ空対空を目論むようなジャンプに読んでくうまい前を作っていきたいが弱位置からプレッシャーディレイかけて急降下横スマ読み合い回避上がり通すひとまずは C4 再装填というところですが C4 は30秒で勝手に爆発しちゃうんで、うん、なんかタイミング見計らってね、うん、再装填しないとこうなると着地で自爆して痛いのはスネーク側も同じことになってきますねいいですね下スマッシュ回避が見えてるうまい下で仕留め切ったあらかじめ出ておけばもうあとはね下からジャンプして叩くだけと、うん、多段ジャンプキャラああいう時に調整しやすいのがいいんですよねそうですねアドリブ力に長けているのもまたいいところというところでしょうかそのパーガリをつかみで崩して空下から読み合い何か移動回避等を切っていたら命が消えていてもおかしくなかった、うん、痛いぞ溜めた弓矢空中しろクリティカルうまい上に飛んできて捉えたが逆側に飛んじゃいました、ね、そうですね右に飛ばしたかったはずでしょうが将軍選手も歓声のかけ方が前歓声いやいい弓の飛ばし方そこに当たるのか C4 かいくぐって着地に下スマ上広いな前回移動回避でなんとか大上行かないんだ偉いな G4
軸をずらして着地をする大上ではなく大上に匂わせつつの架け橋でしたね。これは痛いんじゃない、背中向きを当てるが変更は完璧、反省反転は着地から DA が取って、まあ下押しにとって、サイファーの切り離し完成反転に、これもまたタタンジャンプのメリットでしょうか。出ていた、なんとかだった。これはベクトル構成が起こってギリギリ耐えるが、いや今分かってたんですけどね、ちょっと軸忘れたか、かなり長い距離、変更完璧、下側に変更して生き流れていますが、試シルバーリップとこ、やっぱシルバーリップの存在がでかいですねこれ、うん、スネーク側が攻めなくてはいけないという構図が出来上がっている。サイファーから裏当て低いぞ、 C4 で一を稼いで戻ってくるが空中上で仕留め切った足元は爆発しないの分かってましたね。どのステージを選ぶでどのキャラを合わせるのか、まあキャラはもう変わんないか、うん、あ、手繰り寄せられない、下投げから空中前、うん、守りが硬い、弱に空中前、上シフトで捌く、上今日ジャンプに当たって空中上、変更は完璧だが着地は通るか、空前途中止めから下スマッシュはギリギリ間に合う、間に合わず着地が読み合い、 N 回人通って激戦に下がらさないから読み合い、おー、いやー、よく耐えたな今の。最後は漏れたりブレイクしたりするところをその場回避でかいくぐる、すべてのお尻をかいくぐったぞ、間合い取って空中前に反撃、空に対して空下、いっていってが痛いが深め、いやここまでよく耐えましたよ、うん、なんか拾ってますね、なんか出てます、彼と共に戦う覚悟、そうですね、活用する、おー、なんか土星さんから踏みみたいなルートが見ましたがです、ね、ちょっと見落ちてくれでした、あー、うまい、横様痛いぞ、弓矢も痛い、弓矢も痛い、ジャンプがないんですね、早めに切らざるを得ないパラソルだ、戻ってこれるか、開閉開閉、いやギリギリ、クリティカルではないので下からなんとかギリギリ生還、ギリギリ生還、命からがらというところ、あれまだ思い出すかというのはパラソルテクニック、ジャンプ読んでいるが、なぜ回避回避ができているものの、なぜ対空の下妻、うん、とはいえやっぱり着地狩りの強さが光るようなステージではあるんで、うん、この戦場でどう切り返していくか、そうですね、梅木選手この戦場で新たに持ってきた戦術をサークレピットに突きつけることができるか、掴みで崩すところにはその場回避が合わせられているぞ、空中白クリティカルから様子見挟んで、無茶しない、無茶しない、空中しろ、当ててもう一発空中しろ、不規則展開を作ったが真横から戻ってくる、上京、上京強すぎ、全体で向かい近いが出してなんとか崖、その場がり許さず、おいしい崖展開から空前、崖展開でダメージがかさんでいく、浮遊を駆使してギリギリかわすが空中しろ、クリティカル、これはね即近接拒否食えぬ、上スマッシュ強気な選択肢だったが的確に横から反撃、受け身展開で空中前まで当て切ったが、弓が飛んでくる、弓が飛んでくる、移動回避で崖も捕まって、剣持続から大雨展開、いいライン詰めだ、圧が尋常ではないが、よく逃げた、多段ジャンプで戻ってきて反転空中しろ、クリティカル、ここなら届かないでしょってところの不意でした、絶妙な復帰を通して植木を体育にも屈した最終段を合わせる、空中城から大上展開ですが空下、うん、中央大城を受け取り返して取って崖下木を当たって反転空中城、クリティカル、あれクリティカルにできる人いるの、今の位置はね根元で叱るべきでしょうというところでしたけども弱二段固めまで待って空 N からさらなる大上展開、なんとかジャンプを絶妙な距離で切りましたが、ザグレのターンになった、あ、ジャンプ大丈夫、あるジャンプで戻ってくる、ジャックで展開継続、下強に下強にフレーム勝ち、一生崖が続くがオリクエヌ通ったぞ、そのまま投げコンボで空中後ろまで場外に追い出してカボン装填完了、高いコンボを狙いたいが空中ニュートラルがそれを阻む、着地がり続くか、なんとか崖崖上がり、勝負の一手を通した、ギリギリ通した、この崖を長続きさせるわけにはいかない、ダッシュ掴みをかわすがギリギリキルで届かない、下橋から空へ、そろそろ下橋攻撃、地上攻撃が撃墜に追ってくるぞ、9号回避ケアの横様かなですかね、なんとかその横様がかいくぐったが空中前引き完成、いいえよ、ここで通すの、弓矢も当たってきつい着地だ、浮遊がなければというところ、鍵を離して N 回避ですが着地から DA
冬は回復しているか、クールでコースがその硬直を空中前で取り切った。弓消すためのクールなのにそれを誘って空前を吹いてんの何。いやー弓を切らせて命脈を断った。いや見事な作戦勝ち。